吉田さん、スクールウォーズヒーロー良かったでしょ。あれ、もともとのスクールウォーズを見てる人からすると、あれなんか違うじゃん、あちょっと待ってくれよ、イメージ壊さないでくれよみたいなところがちょくちょく出てくるんですけども、それを上回る演出力と、それから脚本力、ストーリーですよね。あそこまで感情移入できるストーリーってのはなかなかないんじゃないかなと思います。でしかもスクールウォーズのオリジナルの方がね、ものすごくヒットしたわけじゃないですか。それこそ20年30年経ってもまだ語り継がれてるのに、それにかぶせるようにスクールウォーズというものを、まあ、テレビシリーズじゃなくてギュッとね2時間弱にまとめた、まあ、短編で出してるわけなんですよ。であの作品の方がリアルに近いそうですね。八坂の慎吾っていうのが旧作では出てこなかったんですけども、今回出てきて、まさにあの人っていうのはそういう人生を歩んで、ラストシーンね、立派になってましたけども、ああいう風になったそうなんですよ。だから人ってのは15や20歳で、ましてや3040で人生が固定されるものではなくて、無限に変わり続けることができる、いつまででも挑戦できるってことなんじゃないかなと思います。その人生という変化の中で、ちょっと今回はね寂しいニュースなんですよ。タイトルには4と書いてますけども、ちょっとこの4っていうのをね別の読み方にして、受け取っていただきたいんですけども、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんなんですよね。まあ、非常になんかね惜しいことだなと思うのと、志村けんさん亡き後のねお笑いの重鎮中の重鎮ではなかったかなと思うんですよ。ダチョウ倶楽部っていうのは3人いますけども、はっきり言って上島さん以外は何やってんのかよく分かんないような状態だったと思うんですよ。まあ枯れ木も山のにぎわいと言いますから、3人いてこその上島竜兵さんになったのかなとは思いますけども、それにしてもね田代正史さんも復帰は難しいし、志村けんさんいなくなっちゃうし、まあ、いろんな他の芸人さんも言ってみればもうワンパターンになっていく中で、不動の地位を持ってるとすれば上島竜兵さんと、あとはね出川哲朗さんじゃないかなと思いますけども、どうしちゃったんでしょうね。61歳、私たちよりもちょっと先の世代を行くいわゆるバブル組、高度経済成長を慣らしてきた方だと思うんですよ。まあ、それなりに競争もあったと思いますし、葛藤もあったと思うんですけども、芸能界でも人生でも私たちから見ると成功者だと思います。少なくともロスジェネロスジェネっていう風に管巻いてる我々よりは随分いい人生を送ってるように見えたんですけども、でもこうなったらね、まだ文句はあるけども生きてられるうちが花だなと思ってしまいます。一体どうしちゃったんでしょうね。で私はここにねちょっと暴露系 YouTuberっていう存在もなんか無関係ではないのかなと思っちゃうんですよ。やっぱりお笑い界の中央を歩いてきた方でも別の顔を持ってると思いますしね、いろんなしがらみもあったんでしょう。まあ上島竜兵さんがなんかね悪いことをしてるからこうなっちゃったんだっていうことではないですよ。ただ暴露系 YouTuber っていう方がもしいたとしてね、いろんなことを暴露してますけども、それによって人生を罪というふうにされたりとか、仕事を奪われちゃったりする人もいるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんその人がやったことが悪いことであって、隠されてきたことを暴露するぐらいでね、自分の生活や芸能界人生が揺らぐぐらいだったらこれは自業自得とも言えるんですけども、なんかねそこに割り切れないものを感じちゃったりしますね。これもだから情報の解釈の力なのかもしれませんけども、上島竜兵さんと暴露系 YouTuber の関連性っていうのは全く語られてないんですよ。ただ情報を受け取る人にとってはもしかしたらこうなんじゃないかなとかね、ひどいところではねロシアと関係があるんじゃないかっていう人も出てこざるを得ないというかな、こじつける人もいるかもしれないんですよ。でここで私は思うんですけども、やっぱ叩かれるっていうのはね、こういう根も葉もないことまで込みで叩かれるってことが本当に辛いんだろうなと思うんですよね。本当にねなんかこう私たちも情報発信業やってまして、自分に関係ないことで叩かれるってことはね少なからずあると思うんですよ。例えば情報商材屋でしょみたいな言葉も言ってみれば一緒くたにして叩いてるわけですよ。それによって動じる私たちじゃないですけども、だったらね訪問販売やってる人も法犯でしょみたいな感じで一緒くたにするんですかとかね、あとは通信事業をね、スマホとかインターネットの回線の仕事をしてる人もぼったくってるんでしょみたいなね。で夜店でテキヤをやってる人にとってみたら9時に当たり入ってないんでしょみたいなね。どうしても一緒くたにしちゃうところがあるのかなと。だからそのまあ何ていうんですかね、こう4っていうナンバーにかけるわけではないんですけども、私たちは一隅を照らすって言いますけどもね、四隅をちゃんと照らしていかないと見えるべきものも見えないのかなと思いますし、隠されていたことは妙に暴かずに見えてきた部分だけでその人を見ていくっていうことも必要なのかなと、ちょっと複雑な思いがするんですけどもね、なかなか言葉では表現しにくいんですけども、まあ、そんなモヤモヤを感じながらの朝でしたね。まあ、心からお悔やみを申し上げて、これからもね、上島竜兵さんを忘れないように、もう何度上島竜兵さんに胸の使いを取ってもらったか分かりませんし、暗く怯えた日々を笑い飛ばさせてもらったかもしれません。本当そういう意味で言うと、多くの人が上島竜兵さんに対して恩人だったんではないかなと思いますよね。はい、じゃあ今回は以上ですか。読んでお送りします。